今年夏、長野県東御市にある東御市立梅野記念絵画館で、毎年のことであるが、愛する一点点がある。毎年私は出品している。今年も出品の予定である。東御市というのは長野県の上田市の隣にある市であって、まあ私も長い間これで15年ぐらいそこに毎年出品している。これは普通の美術館と違うところは、だいたいコレクターが自分の持っている自慢の作品、愛する一品を持ち合って展覧会をする。そういうふうな展覧会なんで、現存作家ももちろんいいが、もう死んだ、亡くなられた作家の作品もたくさん集まってくる。そういうふうな展覧会である。まあ、どうぞか見に来てくださいとは遠いとこなんで言えないけれども、まあ、お近くの人は見てくだされば幸いです。